ははいどうもこんばんばフレッドの恐竜チャンネルです、えー、今回はですね、えー、ちょっとこの箱を用意したんですが、えっ、ー、と、まあ、ヨドバシさんから荷物ではないんですけど、あのー、ブックオフさんの方でね、また恐竜のフィギュアをたくさん買ってきたので、えー、そちらの紹介をね、していきたいと思います。はい、えー。恐竜動画いろいろ撮ってるので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい。えー、まあ、箱はね、普通の箱なんですが、 いつもね、あのー、閉じてたんですよね。ですけど、今回は、あのー、あ、閉じてたというか、開けてたんですよね。今回は、まあ、開封するところから取っていきたいと思います。はい。えー、っとね、こうして、はい。して、こっちをですね、こうして、はい。箱ですね。 まあ開けていきましょうかはいこんな感じで、えー、かなりの数の恐竜フィギュアがね入ってますねはいこんな感じですではまあ1体ずつ取り出していきましょうかはいまずこちらになりますステゴサウルスですね値段が110円でした こちらになりますねステゴサウルスはまあよく商品化される恐竜のフィギュアの一つなんですけどこちらに関してはちょっと作りが独特でして全体的にねなんかこう雑魚雑魚じゃないですけど高さがねすごい低い感じの造形になってますね。はい、で尻尾の位置もね尻尾じゃない背びれの位置もねあの互、ー、い違いではなく平行に。 さえー、それと一緒にね並んでるのでこれはちょっとまあ復元としてはあまり良くない感じですかねただまあ形として珍しいので今回購入してみました色はですねえー、っと灰色に緑色って感じですね上の部分がちょっとこう赤茶色のような感じで塗られてますねこんな感じですはいえー、次です、えー、またステゴサウルスですね はい、こちらはまた別のブックホルーで買いました値段は110円ですねはい、えー、こんな感じですね造形がですね結構ずっしりとした感じになってますね、えー、で色がですねなんかこうかなりあのグラデーションが良くてですね、えー、リアルですね なんかここを見るとですね結構ちゃんとしたメーカーさんが作ってるっぽいですねえーここにジャーマニーって書いてあるんですけどこれは多分ドイツ製のおもちゃなのかなあんまりドイツ製の恐竜のおもちゃ詳しくないんですけど、まあ、でもまあちゃんとしたメーカーさんが作ってるやつじゃないですかねはいただまあ造形に関してはちょっとね古めでしてこちらのステゴサウルスと比較するとですね ちょっとこう、ズクっとした感じの造形かなと思うので、多分1970年代とかじゃないですかね。年代は書いてないですけど、まあ結構古めのおもちゃだと思います。はい。お店にはなんか、同じものが何体かありましたね。はい。次です。えー、こちらですね。えーっと、角竜の,の仲間なんですけど、 えっとちょっと見てみましょうかとりあえずはいこんな感じの造形になってますね角竜、えー、類でいうと大体ねトリケラトプスかえー、っとなんかなスティラコサウルスこの2体が、えー、作られていること多いですけどこちらに関してはですね結構造形が独特でして。 このフリルの形からすると、ちょっと最近のね、角量に詳しくないですけど、まあなんかカスモサウルスとかそこら辺じゃないですかね。はい。造形に関してはですね、結構新しめかなっていう感じで、この足のつき方とかもね、かなり最近の復元図に似てるんじゃないかなと思います。はい。色がですね、水色がもともとのプラスチックの成型色で、そこにまあ茶色っぽい色で、 えー、塗られている感じですねちょっと残念なのが目ですね目がなんかこう黄色いなんかペイントでこうグちュグちュって塗ってそこに黒い点がある感じなのでちょっとなんかリアリティには欠けるかなと思います造形がねあのー、かなり良かったのでもうちょっとね頑張ってほしかったかなっていう印象ですはいただ何のセットに入ってるかがちょっと謎なんですよねこれもともとはい。 えーっとね、これかな。はい。えー、次はこれですね。えー、っと、ちょっと袋が違うんですけど、アンキロサウルスのおもちゃですね。アンキロサウルスは僕あんま動画でレビューしたことない気がしますけど、どうかな。はい。えー、っと、こんな感じですね。 はい多分なんかプレイセットか何かに入ってたやつだと思うんですけどこんな感じですねえー、色がですねもともとのプラスチックが黄色でそこになんかこうサンドグリーンとかでいろいろ塗られてる感じですね目とかに目は塗装されてるかちょっと黒目の塗装がありますけどまあ何か,かもなく不可もなくって感じですねはいだからここにトゲがあるのがちょっと独特かなと思いますね はい、エウロプロケファルスかなちょっとわからないですけどこんな感じの造形になってますね、はい、今回は結構こう中くらいの大きさの恐竜が多いですねはい次ですえー、こちらになりますこの大きさでなんとね110円でしたはいえー、テリジノサウルスのフィギュアですねどうかなこのチャンネルでテリジノサウルスについて 話すというか、動画でやるっていうのは結構珍しくて、コーディパズルザウルスデラックスとか以外だと多分動画にはしてないと思いますね。はい。えー、というわけでですね、見ていくとこんな感じです。えっ、ー、と、トイザラスのね、なんかこう、プレイセットに入ってるやつです、これは。はい。なんか造形が、あ、どうかな、これオリジナルなのかななんか似てそうな気もしますけど、こんな感じですね。 えっと、テレジャノサウルスだとね、なんか例えばこう、僕が以前したね、レビューしたあの、パズルのフィギュアみたいに、こう、若干こう、ゴジラ立ちというか、姿勢が結構ピンってなってる感じのフィギュアが多いんですけど、これに関しては、多分この鍵詰めの造形の問題もあってか、ちょっとその姿勢だとあんまり安定しづらいと思ったんでしょうね。えっ、ー、と、こんな感じで、えー、っと、なんというか、 あの前のめりになってるような感じになってますね。まあなんか、まあ、テイジノサウルスなんでね、まあ、あれですけどちょっとね後ろ足が小さすぎる気がしますね。はいこんな感じです。色がですね、えー、っと黄緑っぽい色かなに、えー、赤色で塗られている感じですね。歯も一応生えてて まあ、肉食恐竜ってほど鋭いわけではないですけど、まあ、こんな感じですねはいはい次です、えー、こちらはですねちょっとね高かったんですよね220円でした、はい、ただね目的にちょっと欲しかったので買ってしまいましたはい、まあのブックオフさんはねあの県とか地方によって違うんですけど えっと、15日に1回、または、20日ぐらいに1回ですね、アプリの方でクーポンが発行されるので、それでちょっと恐竜のフィギュアとか、まあ、恐竜のフィギュアに限らずね、いろんな商品安く買えると思うので、ちょっとアプリとか入れてチェックしてみてください。はい。えー、という感じですね。はい。多分ポストスクスだと思うんですけど、これですね。ちょっとメーカーさんがよくわからないんですけど、えー、これが入ってました。 はいえー、と大きさ的に結構いい感じだったのでちょっと僕的に欲しかったなと思ってましたはいなんか18分の1スケールとかと一緒に遊んでもね面白そうですねはい、えー、造形はねもうなんかチープトイとは比べ物にならないぐらいリアルでして、えー、色合いが元のプラスチックがですねちょっとピントが合わないオレンジっぽいマンゴーっぽい色でそこにお腹の部分が灰色 えー、そしてなんかこうヒョウ柄のような感じの模様でサンドグリーンかな黒かな、えー、そういう感じで塗られてますね口の中も非常にきれいに塗られてますはいえー、こんな感じですねポストスクスといえばね「ウォーキング・ウィズ・ダイナソー」っていうシリーズで結構活躍してましたねはい最終的にコエロフィシスにやられるんですけどなあ機会があれば見てみてくださいはい えーという感じですね。まあ、今回ですね、結構この中型の恐竜が多かったんですけど、あ、まだあるか。まだあるにしろ、結構ね、小型のフィギュアも買ってます。はい。なので、そちらも見ていきたいと思います。まあ、その前に、これですね。スピノサウルスのフィギュアです。値段が110円でした。はい。じゃあ、開けていきましょうか。 はい、えー、こんな感じの造形ですね。はい色がですね結構独特というかあれですねなんかこうまあ、いい意味で言えばなんかこうターキンみたいなターキンじゃないターキーかターキーみたいな色をしてますね。はい、えー、元のプラスチックが多分黄色かなそれになんかこう焦げた赤色のような感じの色に塗られてる感じですね。はい えー、口の形がですね、まあ、あのジュラシック・パーク3とかほどおもな長ではないんですけどまあ申し訳程度にちょっと口が長くなってますねはいでまあちゃんとスピノサウルスなんで背びれがあってって感じですねはいえー、という感じですはいえー、次ですねはい えー、こちらになります、えー、これはですねえー、っと2000年頃かなえー、っと、ジュラシック・パラク3放映時にですねペプシかコカ・コーラのおまけだったんですよねはいで当時20種類か12種類ぐらい出てて僕も一部持ってたりしたんですけどまあなんか今回買ってみましたはい こういうおもちゃはなんか珍しいらしいですね。あの、ジュラシック・パーク好きな友達が向こうにいるんですけど、はい、こんな感じですね。えー、っとですね、造形はかなりリアルでして、まあなんか、海洋泥のフィギュアほどね、なんかこう、硬いわけではないんですけど、ま,あ、また違ったアプローチで、えー、いいんじゃないかなと思います。えー、っとまあ、 あのちょっとねデフォルメされてたりとかするフィギュアもあったりするんですけどこちらに関してはそのジュラシック・パーク3劇中のえ感じに非常によく似てるんじゃないかなと思いますはいトリケラトプスはなんかそこまでジュラシック・パークとワールドシリーズではえ活躍してる印象ないですよねはいそしてこれも買ったんですよねこれはですねあのー、ベロキラプトルの、えー、とメスかな メスの方ですなんかあのー、ジュラシック・パークのその3部作では、えー、各作品でねベロキラプトルのそのペイントというかその色がちょっと違ってるんですよねで3作目ではオスとメス両方が登場してましたねはい確かハモンドコレクションで出るんじゃないかな海外の限定で はいえー、という感じでこんな感じですね。えー、全体的にこういう感じですけどえー、とね歯の造形とかも目の感じとかですねもうねジュースのおまけとは思えないぐらいリアルですね。はいえーこんな感じになってますね。はい。えーとちょっと言いそびれたんですけどこちらの、ね、シリーズはですねちょっと土台の方が。 あのジョン・ハモンドが持ってたあの、琥珀のなんかあの何て言うんですかねなんかこうオブジェみたいなやつに似てるような感じの造形なんですよねこの土台がちょっとこう樹脂っぽいというか樹液っぽい感じですねはいこんな感じですねこれのねコンプソグラティスが欲しいんですよねはいって感じですねはい。まだまだあるんで行きます これからえー、っとですね、これは何かと言いますとですね、もうこれで110円で投げ売りされてたんですよね。まあ、僕ってこういう感じの動画をよく出すじゃないですか。でも本当僕に向けたようなセットでして、これはそうですね、個別で動画を撮ってもいいんですけど、どうしようかな個別で撮ろうかな個別で撮ります、これは。えー、っと、まあちょっと多分リンクか何か。 えっと、載せようかなと思うので、見てみてください。ちょっとこれは動画一本できるかなって感じなので、そっちでやりたいと思います。はい。えー、次ですね。えー、っと。はい、こちらになります。えー、っと、ミニチュアプラネットのね、ベロキラプトルかな。はい、これがまあタグ付きで未使用品みたいな感じで売られてましたね。 どう開けるんだろう、これ。かなんかブックオフさんってちょっとなんか、袋が違う時ありますよね、いつも、はい。えー、こんな感じですね。はい。なんかこう、吠えてるような、威嚇してるような感じのポージングでして、まあなんかこう、18分の1とかね、まあ日本で言うと、ミクロマンとか仮面ライダーの初動シリーズとかと、えー、一緒に遊んだら楽しいようなぐらいな感じの大きさですね。 ミニチュアプラネットなんで、造形はそこそこリアルですね。はい。刃もかなりま綺麗に並んでるんじゃないでしょうか。はい。だまあ、最近のフィギュアなんですけど、羽毛は生えてないですね。はい。こんな感じです。タグが一応あるんで見ておきましょうか。ミニチュアプラネット。ベロキラプトル。あ、これは威嚇って書いてありますね。はい。こんな感じです。 次ですはいこちらですねステゴサウルスのなんか多分ちゃんとしたブランドのフィギュアだと思うんですけどこちらが入ってましたね土台です土台と尻尾の先端がね別パーツなんですよねはいで、まあ、これを ガシッとつくかなついたかな、はい、つけまして、えー、で、ちょっとね、土台をはめますね。えー、っと、これはですね、ちょっと今から見せますけど、国内のおもちゃですね、ステゴサウルス・ステノプスと書いてあるんですけど、まあなんか学名ですかね。はい。僕、あのティラノサウルス・レックスとか、 プテラノドンインゲンスぐらいしか知らないんであれですけどまだ、あ、こう学名によってまた何種類かステゴサウルスも種類がいるのかもですね造形がですね結構リアルでして元のプラスチックがベージュでそれにオレンジとか茶色とかで塗られてる感じかな背中の板がですね非常にリアルでして例えば他のステゴサウルスのお持ちだともうそのまま塗られてるだけな感じですけど こちらに関してはちゃんと何と言いますかね？あの、ちょっと模様が入ってますね。はいで顔の感じとかも。もうものすごく、最近の復元図に忠実なんじゃないかなと思います。はい、多分これガチャガチャのおもちゃだったんじゃないですかね。はい、はい、次ですね。これは最後かな？はい、最後ですね。 恐竜じゃないんですけど、あのー、これが入ってました。はい。ワニガメのおもちゃですね。はい。これはガチャガチャに入ってるやつなんですけど、まあ結構リアルだったんでね、欲しかったんですよね。はい。これはですね、尻尾をこうして、足をこうしてですね、展開すると、ワニガメが出てくるんですよね。ちょっとくださいね はいこんな感じです。はいもうなんかねこういうねすごい繊細なおもちゃってねもうほんとね日本ぐらいしか多分作れないと思うんでもうほんと日本のそのフィギュア技術の結晶って感じですね。はい、えー、造形がですねもうほんとに素晴らしいんですよね。でしかもこれねちゃんといろんな方向が稼働するようになっててアクションフィギュアとしても非常に優秀なんですよね。はいいこ、まあ、こううった感じのなんかこう 玉から展開する距離じゃないなおもちゃって動物のおもちゃって、まあ、ガチャガチャだとねいろいろ出てるんでまあなんか興味がある人は見てみてくださいあの地元のねガチャガチャの森とかでただまあ値段が結構高かったりするんでまあ、そこは財布と相談って感じですけど、まあ、余裕がある人は絶対これ一度はね手に取ってほしいなと思いますはいあとは中古で売ってたりもするんでね、まあ、そういうところで見てみてくださいはい はい、えー、というわけでですね、今回一通りえー、と、出していきました。ちょっと並べ直しますね。はい。えー、今回こういう感じになってます。なんか珍しくね、なんかティラノサウルスとかは出なかったというか、買わなかったですね。はい。えー、そうだなー。まあ。 あの1体ずつもう一度見ていきましょうかサクッとアンキロサウルス多分カスモサウルスみたいなやつですねはいベロキラプトルトリケラトプスこれはあのジュラシック・パーク3のおまけですねはいすごい造形がリアルなポストスクスまあこのねワニっぽい鱗の造形がたまらないですねこれはすごいなはいえーミニチュアプラネットのベロキラプトル威嚇 ちょっと何のシリーズかわからないですけど、国内メーカーのステゴサウルスの、えー、まああのフィギュアですね。はい。ステゴサウルス、なんて書いてあるのこれステノプスって書いてますね。はい。そして、えー、スピノサウルスのフィギュアですね。はい。で、えー、ステゴサウルスが2体買ったんですけど、なんかこの、すごいなんかこう、細いね。 ステゴサウルスが最初開けたんですけど、これとですね、えー、ちょっとずんぐりむっくりしたドイツ製のね、ステゴサウルスですね。はい。そして、まあ、この中だとね、一番大きいテリジノサウルスですね。これが多分トイザラスとかに入ってる感じのフィギュアになりますね。はい。今思おったんですけど、結構なんか、 光沢がある造形をしてますね。あんまり皮膚のモールドは入ってない気がします、はい、そしてまあ恐竜じゃないですけどガチャガチャの、えー、っとワニガメを買いました、はい、これはなんか個別でサブチャンネルかなんかでレビューしたいかなはいこんな感じですもう一度ねこういう感じでこう丸めることもできるんですよねちょっとやってみますか あの僕のチャンネルの予告なんですけど近々ですね恐竜以外の生き物も紹介しようと思ってますあの動物とかねそういった感じのプレイセットも紹介予定なので、まあ、是非興味ある方は、えー、見てみてくださいはいこんな感じで丸まりますね多分ちょっと間違ってると思うんですけど はい、えー、という感じでですね、今回はあのブックオフさん、数店舗でですね、まあ、クーポンを消化するというのもあって、恐竜のフィギュアを大量に買ってみました。えーまあ、今回ね、結構当たりだったんじゃないかな。えー、っとちょっと、ね、紹介しそびれたこれもあるんですけど、これに関してはまた別動画で全然一本の動画にできそうなので、えー、これはまあそれで撮っていきたいと思います。はい、まあ、なんかあの恐竜のフィギュアもね、なんかこの 1体2300円するねこういう中古の袋のやつもあれば、まあ、大きめのねこういった恐竜でも1体100円であったりするのでまああのそっちの方がありがたいですね。まあなんかあのー、大体ね多分恐竜のプレイセットとか買った方がもうなんか恐竜を。 もういらないからってことで多分ブックオフで売ってると思うんですけどまあなんかあのー、僕が住んでるねところは結構この恐竜のフィギュアには恵まれてるんじゃないかなと思いますはいなんか僕のね趣味のなんかものとかはあんまりねアメトイとかはないんでちょっとそこはあれですけどまあなんか恐竜のフィギュアにはね恵まれてるんでまあ、このフレッドの恐竜チャンネル的には、まあ、だいぶプラスなんじゃないですかねはい えーまあ、いつかなんかこう余裕があればあのどっか旅行に行った時にいろんなブックオフだったりハードオフホビーオフとかもね見て恐竜、えー、のフィギュアを見て、えー、またねいろいろ触っていきたいなと思いますはい、まあ、この中で造形が一番良かったのはやっぱこのポストスクスですかねはい。チープトイで良かったのはこれかなこのカスモサウルスみたいなやつと ミニチュアプラネットも良かったね。うん。こんな感じですね。ミニチュアプラネットもね、ちょっといろいろ集めたいんですけど、まあ、最近 UFO キャッチャーみたいなやつでもあんまり置いてないですよね。はい。そして、えー、これは何かな。えー、っとベ、ベロキラプトルのメスのやつですね。これ、これら辺もやっぱ造形は素晴らしいですね。これ2000年ぐらいのおもちゃなんで。はい。という感じでした。 えー、僕のチャンネルではねいろいろこんな感じの恐竜のねフィギュアの開封動画とかあとはまあレビューとかもねいろいろやってますはいえー、まあ年内にね3000人行きたいなと思ってるのでえー、ぜひチャンネル登録を恐竜好きなね方とか恐竜好きなお子さんがいらっしゃるね保護者の方とかまあ昔恐竜が好きだったなーとかそういう方ねいろいろ、えー、登録してみてくださいはい今多分再生リストみたいなのがね表示されてると思うのでそこからなんか 見てほしいなと思いますはい恐竜の購入報告動画の再生リストが僕的におすすめですはい今日はそんな感じでしたはいそれでは皆さんご視聴ありがとうございましたさよなら。